南砺市宮後ろにある井の口椿館。椿の研究と保存を目的に2005年に開館しました。椿の珍しく貴重な品種などを展示栽培しています。中でも原種椿園では中国、台湾、ベトナムの希少原種を展示、原種見本園では世界一とも言われています。原種とは品種改良されていない野生の椿です。世界中には250種類ほどあるんですけども、そのうちの110種類がここの中にあるということで、これは椿館でも特に人気のある椿で、ハイドゥンというのが一番こう人気があります。こう耳たぶのような非常に肉厚なこうピンク色の綺麗な花ということで、昔女性の方、パーマネントかけるときに機械があったので、それをちょうどかぶったような感じの形で開いてきて、本当に椿の中に妖精が入っているような咲き方にして、非常に人気のある綺麗な椿です。これが香港紅三茶といいまして、新潟大学の先生が中国まで探しに行かれたらですね、中国の研究所で、それは富山県の井の口の椿館に行けばあるよと言われて、逆に慌ててですね、大学の先生と生徒さんが来られました。これは金華茶といってですね、黄色の花があるのということで、非常に皆さんびっくりされた。特に黄色の椿は大変貴重で、ここではおよそ30種類見ることができます。これだけ素晴らしい原種というのはこうあるもんですから、それをやっぱり松代までこう絶やさずにですね、やっぱり育てていきたいと。中国ベトナム行ってもこの原種がもうないもんで、だから日本で1本しかないのは何本もありまして、やっぱり日本の財産としてね、守っていかんなと思っていますね。世界にも誇れる井の口椿館、今週末には椿館とその周辺施設で南砺に春の訪れを告げる南砺井の口椿祭りが開催されます。井の口椿館は地域住民や市民に広く親しまれている憩いの場所です。